次に図形の塗りや線を設定しましょう。複数の図形を選択してまとめて設定します。Shift キーを押しながら選択する四角形をクリックしていきます。書式タブの図形のスタイルグループで図形の塗りつぶしをクリックします。カラーパレットで好みの色を選びます。 図形の枠線をクリックします。枠線は非表示にしましょう。枠線なしを選びます。縦に長い長方形を選びます。図形の塗りつぶしをクリックします。カラーパレットで好みの色を選びます。こちらも図形の枠線は非表示にしましょう。 直前の設定を使う場合は、左側のアイコンをクリックします。直前の設定が引き継がれ適用されます。上の図形を選択し、同様の操作で色を変更します。図形の枠線を非表示にしましょう。左側のアイコンをクリックします。下に配置されている長方形を選びます。 こちらも同様の操作で好みの色に変更し、枠線を非表示にしておきます。次に円を選択します。図形の塗りつぶしをクリックします。カラーパレットで好みの色を選びます。図形の枠線を非表示にしましょう。直前の設定を使いますので、左側のアイコンをクリックします。なお 塗りと枠線の色の組み合わせはクイックスタイルで適用することもできます。吹き出しを選びます。図形のスタイルでその他をクリックすると、クリックスタイルの一覧が開きます。好みのスタイルをクリックします。 図形の配置を整えます。位置や大きさを調整し、画面を参考に地図のレイアウトを完成させましょう。配置ができたら図形の重ね順を変更します。下の青い長方形は川をイメージした図形ですので、道路をイメージした図形の下、つまり背面に移動させます。 青の図形を選択します。書式タブの配置グループで、背面へ移動の下向き三角をクリックし、メニューから最背面へ移動を選択します。すべての図形の背面へ移動しました。なお、文書内の図形の重なり具合は、オブジェクトの選択と表示をクリックするとよくわかります。 選択作業ウィンドウが表示されました。文書内の図形が一覧で表示されています。ウィンドウ内で項目をクリックすると、文書上の図形が選択されます。また、右側のアイコンをクリックすることで、各項目を表示、非表示にすることができます。選択作業ウィンドウ内で、 図形の重ね順を変更することもできます。左側のグレーの図形は線路の硬化をイメージしたものです。道路の上、つまり前面へ移動しましょう。ウィンドウ内の目的の図形が選択された状態で、前面へ移動または背面へ移動ボタンで重ね順を変更します。ここでは前面へ移動をクリックして、 線路の図形を全面に配置します。このようになりました。選択作業ウィンドウを閉じます。図形をグループ化してみましょう。グループ化することで複数の図形を同時に移動させることができます。シフトキーを押しながらクリックして円と吹き出しを複数選択します。 書式タブの配置グループでグループ化のメニューからグループ化を選択します。円と吹き出しがグループ化されました。ドラッグして2つの図形を同時に動かすことができます。グループ化を解除するにはグループ化された図形を選択しグループ化のメニューからグループ解除を選択します。 グループが解除されました。地図にテキストボックスを使って文字を追加してみましょう。書式タブの図形の挿入グループからテキストボックスの下向き三角ボタンをクリックし、横書きテキストボックスの描画を選びます。ドラッグしてテキストボックスを作成します。 テキストボックス内にカーソルが点滅していますので、文字を入力します。テキストボックスの文字の書式を設定しましょう。文字をドラッグで選択します。ホームタブを開きます。フォントを変更します。そして、中央揃えをクリックして、テキストボックス内で中央に揃えます。 サイズや位置を整えます。図形の書式設定を使ってみましょう。テキストボックスを選択し、右クリックして図形の書式設定を選びます。図形の書式設定作業ウィンドウで文字のオプションを選び、テキストボックスのアイコンをクリックします。垂直方向の配置で、 上下中央揃えを選びます。図形のオプションを選びます。こちらでも図形の塗りや線に関する設定が行えます。では、塗りつぶしを塗りつぶしなしにして、線は線なしを選びます。このように設定できました。 必要に応じてフォントサイズやテキストボックスの位置を調整します。では、こちらのテキストボックスをコピーします。テキストボックスを選択してコントロールキーを押しながらドラッグします。テキストボックス内の文字を書き換えます。ここでは、このようにテキストボックスを配置しました。今度は、 縦書きのテキストボックスを挿入しましょう。書式タブの図形の挿入グループからテキストボックスの下向き三角をクリックします。縦書きテキストボックスの描画を選び、ドラッグしてテキストボックスを作成します。カーソルが点滅していますので文字を入力します。テキストボックスの文字の書式を設定します。 文字をドラッグで選択し、ホームタブを開きます。フォントを変更します。そして、上下中央揃えをクリックします。テキストボックス内で左右に揃えましょう。図形の書式設定作業ウィンドウで、文字のオプションを選び、テキストボックスのアイコンをクリックします。 垂直方向の配置を中央揃えにします。作業ウィンドウを閉じます。改めてテキストボックスのサイズや位置を整えます。図形描画機能を使って簡易的な地図を作成できました。